日本婦人団体連合会会長柴田雅子様、お願いいたします。ただいまご紹介いただきました日本婦人団体連合会会長の柴田でございます。今日は婦人民主クラブ創立72周年にお招きいただきましてありがとうございます。本当におめでとうございます。で、普段からですね、婦人民主クラブの皆様には普段での活動を牽引していただいておりますことに感謝申し上げます。で、私は今回ですね、熊本の国際女性デーというのが20日にあるんですけれども、そこで国際女性デーの歴史を話してほしいと言われまして、少し歴史を振り返ってみました。そうしましたら、婦人民主クラブ1946年設立、そして日本で最初、戦後初の国際女性デーは1947年3月9日闇とインフレの政府を倒し、明るく楽しい生活を、女性を苦しめるすべての拘束を撤廃しようなどのスローガンを掲げて、今の皇居前広場、当時は人民広場と言っていたそうですが、そこに1000人が集まって開催されました。その時の進行は婦人民主クラブを代表して串田富貴さんが進行を務め、また創立間もない国際民主婦人連盟、これに婦団連は加盟しておりますが、そこに向けて宮本百合子さんが起草したメッセージが採択をされ、国際連帯によって世界の平和を守ろうとの日本女性の意思が表明されたというふうに記載をされております。その宮本百合子さんのメッセージは、最初に日本の最新の統計によると、日本人の人口比率において婦人の人口が300万ばかり男子人口よりも多くなっているということから書き始められておりまして、戦争の間女性たちがどれだけ頑張って支えてきたのかという話、そしてこの戦後のこの時期インフレがひどかったんですね。そういう中でいかにね、生活再建のために苦労したのかということが書かれておりまして、最後に日本の婦人大衆はよく組織され、勇敢聡明に保守勢力と戦い、日本の民主化を決定的に前進させることを自分たちの責任として理解していますということで、世界に向かって女性たちの連帯のメッセージ、これを採択をしデモ行進をしたというふうに言われております。これは女性を守る会というところが準備をし、その後民婦協もでき、ずっと国際女性デーも本当に弾圧の中でね、頑張ってきたわけです。しかしながら40年の末から50年代にかけては、この後またお話があるかもしれませんが、レッドパージや朝鮮戦争の勃発、サンフランシスコ講和条約締結など、もう歴史の転換に伴いまして占領軍および政府の、ね、赤攻撃などもあり、非常にその国際女性デーも、51年には野外の集会を禁止されて議員面会場でやったというふうに言われておりますけれども、そういう中でなかなか難しくなってきた。そういう中でですね、婦人民主クラブは、例えば1955年の国際婦人デー文化祭、これ婦人民主クラブ主催、56年の集いも婦人民主クラブ主催、57年の集いも婦人民主クラブの主催、そして婦団連が主催したこともあって、そして1959年にまた統一集会というのを持たれ、その後また中央大会、中央集会という形でずっと来たんですけれども、ちょっと歴史を紐解いてみましても、婦人民主クラブのね、皆様方が本当にこの女性たちの運動を引っ張ってきた、そのことを私は今回もう一度勉強し直しまして、
あ、これはすごいことだというふうに思ったところでございます。そして本当に婦人民主クラブの皆さんの素晴らしいところは常に学習をしている。で今度できました日本憲法のね本も読ませていただきましたけれども、本当に築城一つ一つ丁寧に丁寧に本当に分かるように学習をしているということで、本当に素晴らしいと思います。今日は山田先生から素晴らしいお話を聞いて、それをまた力にしてまた頑張ると、この学習を基礎に頑張っているということも本当に素晴らしいことだなというふうに私は思います。本当に多くの先輩の女性たちの今日までの歩みをきちんと受け止めて、これからの女性運動も大きく前進をさせていきたいなと新たに誓いをしたところでございます。そしてですね、今櫻井さんからもお話がございましたけど、核兵器禁止条約が昨年は採択をされたということで、先ほど申し上げましたが九段連は国際民プレに入っております。ですから国際民プレに対しましてね、核兵器禁止条約に各国が参加するように、国際民プレの各組織は国に働きかけるようにしましょうという提案をいたしました。そうしたところですね、今年の中央大会の、メッセージで国際民主婦人連盟の会長ロレーナ・ペーニアさん、この方はエルサルバドルの方ですけれども、その方からのメッセージの中ではですね、平和と核兵器廃絶を求める日本の女性たちの英雄的な戦いを全面的に支持します、核兵器禁止条約の制定を祝福し各国での批准運動を呼びかけますと、国際民プレとしても各国にこの参加を呼びかけるということをメッセージでいただいております。そして今大きく取り組まれております被爆者国際署名、これにつきましては2016年のコロンビアで行われました大会でも、私たちはそこはスペイン語なんですけども英語で、署名を呼びかけたり、それからキューバ、そして去年はポルトガルに行ってまいりましたけれども、そこでも署名を呼びかけ、そして先ほどの核兵器禁止条約への参加を進めてくださいということを女性団体に呼びかけてきたところです。世界的な、観点からこの平和の問題も普段連としては国際活動の重要なものとして取り組んでおります。今朝鮮の問題いろいろ言われておりますが、朝鮮戦争が起きた時にですね、国際民プレは女性たちに代表団を送りまして、いろいろな調べて日本語に訳したのは血の叫びというのが今普段でありますけど、それに報告をまとめています。そして何よりも平和が大事であるから戦争をもう終わりにしようというね、そういった実際に調べて代表団を送り調べて、それを全世界に訴えるという活動をいたしました。で今回も南北対話を歓迎するという私の談話を発表したところでございます。これからも普段連としては国際連帯活動を大きく強めてまいりたいと思います。あと、日本の問題で言えば本当にこんなことがあってはいけない、8億円を、値引きして売った、そしたらいろんな問題がこんなに改ざんされている、でこの頃またさらにさらに調べれば調べるほどとんでもないってことが分かってきてますよね。こんな安倍政権許しておいてはいけない、先ほど綱引きに勝たなければいけないってお話がございましたけれども、本当にここでなんとか追い詰めるということができなければ、日本の民主主義が本当に大変なことになってしまうというふうに私は思います。今安倍会見の全国3000万統一署名、これは婦人民主クラブの皆様もね本当に熱心にやってらっしゃいますけど、本当に保守的な方々にも声をかけて広げに広げてこの3000万署名の成功を頑張っていきたいというふうに思います。で国会ではいろんなことがありまして民法改正の問題もありますが、婚姻年齢の統一は当然のことなんですけれども、それをセットとして
成人年齢の引き下げとセットの一つの法案として出すことについては反対です。ですから婚姻年齢の統一は統一できちんとやりなさいということを今フラーレンとしては言っているところでございます。でも本当に先ほどの会長が春だからねって言っておりましたけど、そういう日が来るように今頑張りましょうということを申し上げまして、お挨拶といたします。本当に今日はおめでとうございます。柴田会長ありがとうございました。後ろの方に婦人通信も販売しておりますので、ぜひ皆様ご購入ください。皆様